アメリカのトランプ次期大統領が台湾を中国の一部とする一つの中国の原則に縛られないという考えを示したことに対して中国外務省は強い懸念を示しましたトランプ氏はテレビ番組に出演し貿易などで合意を得られないなら一つの中国の原則に縛られなければならないのかわからないと述べました これについて中国外務省は一つの中国の原則は米中関係の政治的な基礎であると指摘しもしこれが壊されれば両国の健全で安定した発展や重要な領域での協力を議論する余地はないと強い懸念を示しましたその上で新政権に対して台湾問題は慎重に取り組む必要があるなどと釘を刺しました